はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。パワープロサクセススペシャルやっていきたいと思います。今回は、黒金商業のサクチャレですね。サクチャレをやっていきます。で、もう主人公がいきなりへーって顔してるんですけど、センス丸でも何でもなくて単なるね虫歯持ちもうね8月の1週が来る前に虫歯直しとけよっていう感じですけれども、パワーがその分 D あるっていうね。あ、ここじゃなかった。イベントデッキは、こんな感じですね。多分ねこれが自分の持てる限りの最高の、デッキになってると思います。どうしてもねマネージャーキャラ1人も持ってないんで、これは PR で、やりくりするしかないんですけれども、であとやっぱねエピローグ経験点欲しいんで、ホムラちゃんは入れておきたいでしょ。でそうすると手持ちでいくと、まあみやびちゃんは前回のイベントで40にしましたと。で、なんだっけ、岩井くんはまあそのまま黒金の確定ガチャで手に入れて、でバレンタインは自分はみおちゃんだったんで、まあみおちゃんを入れていきましょうというところですね。だからこの2人が、まあ、SR じゃないっていうところがちょっと微妙ですけれども、まあエピローグ経験点はそれなりにもらえるんで、まあ、あとはね黒金はどうしても運がね絡んでくるんで、ねどうしようかね最初の練習筋力入るのはもうダメでしょっていうと守備しかできないけど、直そう。もういきなりこれだよ出だしから。これ一発で直んなかったらよし。でちなみにみやびちゃんはね使うのね初めてなんすよ。技術ポイントか。でイベントデッキ的にはどうなるんだ。ホムラちゃん前でしょ。ホムラちゃん前のミオちゃんって後だっけ。なんかここら辺も全然把握してないな把握してないけどもうこれで行くしかないからね。でマネちゃんとゆかり様はどっちかが前でどっちかが後なんだよね。ここはどうしようかな。監督からね金をもらっときたいっていうのもあるけど、まあやっぱりちょっと評価だな。ホムラちゃんと岩井くんの評価を上げていきましょう。であとデートをねどれだけするかなんだよね。結局1週間金儲けで潰れるじゃないですか。それをねデート2人に割くかどうかっていうところなんだよな。であと一応そうお守りはね持ち込んであります。アイテムでね買えるからいらないかなとも思ったんですけど、まあ、一応ね PR なんでちょっとお守り持ちできました。みやびちゃんがいるね。みやびちゃんってなんだっけコツ持ってんの。よしよしよし、経験点がもらえるのは今回はいいですね。でここはちょっとメンタルをやっておきましょう。みおちゃんの評価も上がるんで。で9月の1周が結局金儲けになるんで、でもまあマネちゃんとゆかり様両方いるからここら辺はいい感じになるのか。18も上がるし、ろくなもんねえなお前どうしようかな。パピオンとバイトって結構体力削られるんだよね確か。筋力つきますとか言われてもな。監督にかける100円はちょっときついからな。50円監督にかけよう。監督評価上がるし10上がるんだまあそうだねそりゃそうだよ、全然期待してないよ。少女漫画好き、あーやべ、ここら辺全然調べてないわ。おすすめはこれは通常のイベントか。おお、積極走塁になるんだ。で購買部を覗きましょう。ここら辺のねやっぱポイントっすよね。今回はコツとかよりもやっぱりポイントをね稼いでいきたいんですけど、どうなんだろうね。もう勝てちゃう。いや、やっぱり金は1回目は貯め込んでおこう。ゆかり様かな。そうすると岩井くんもいるし、まあ、やっぱりまずはクリスマスに一人ぼっちにならないってことっすね。
ってなぜかラブパワーが発動したな。あ、これはね、上で体力が減るけど経験点、下が、体力回復ですね。まあ、これは体力と相談しつつ、だからミオちゃんはね結構いいと思うんですよ。金徳イベントもね2回で終わるんで、まあ、ちょっと確定ではないんですけど、どうしようかな。ゆかり様かな。やっぱりまずはゆかり様かな。評価を上げていこう。このねやる気が下がるやつ、ほんとなんとかしてほしいよ。アロマグッズ的なのなんか売ってたよね、そういえば。ちょっと覗いて、アロマギフトか、割りかしするね、買っちゃおう。で、100円はやっぱりね、取っときたいんですよ。金儲けのために。ホムラちゃんかマネちゃんか、どうしようかな。岩井くんが割りかし行ってるけど、マネちゃんで行くか。ここら辺のおにぎりあんまり、おい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 君らはなぜそうめちゃくちゃ今やる気下がってるぞ多分これ。これはマネに任せてみていいかな。それが安全っぽいな。めちゃくちゃあれが増えたな。おーっと、ここはじゃあゆかり様とバイトするか。今のやる気マジどうなってんの。あ、またツボケンポが来た。体力はあるんで、よしよしよし。どうせ下がるからね、下がった時にやっぱ戻したいんだけどな。これは買っとこう。あとはって感じだな。コツコツコツ。さすがにな、まだパワーヒッターは取れないからな。直撮りができないで、ミオちゃんはねパワーヒッターだけっていうのもいいっすね。最悪になってやる気が。ほら気合い出ろ。やる気が分かった。購買部行ってアロマギフト使おう。まったく。さてさてさて、じゃあここは一旦ミオちゃんの評価を上げつつ、あ、来たねゆかり様。ういにしよう。ういに。ここはクロエ先輩バリっすね。で犬にしましょう。犬とかも絶対嫌だし俺。でチャンスコツはホムラちゃんのイベントとバレンタインのイベントが終わったら潰しますかね。っていうかマネちゃんになる可能性もあるのか、バレンタインが。まあ今のところは大丈夫だと思うんですけど。岩井くん、まだタックは組めなかったか。で意外性はもうここら辺は全部すぐ潰しちゃいましょう。餅つきバトル。え、何？押しちゃってるか。体力回復するんだ。なかなかいいイベントだな。これはまあ普通にマネに任せて評価上げて選球眼。金儲けがねちょっとうまくいってないからね今のところ。なんかほんと、おいゆかり様マジでろくなもん紹介してくんないな。監督に任せよう。もうこれ捨て金だよ捨て金。いやー金がない。これ文化祭でちょっと稼がないと厳しいな。まあ一応続けていきましょう。経験点はもらえるんで。で
スケジュール帳もね、なんかストックしておきたい気もするんだけどな。スポーツジムチケットは買っとこう。あとはこれかな。まあちょっとあれだね、お金に余裕がないからね今。ホムラちゃんか、まだイベントが来てないから。意外性とムード体当たりとかもな、ちょっとあれだけど、もったいないからね。ここはかけよう。固め打ち、よしよしよし。マネちゃんが後イベか。ここは練習試合にしよう。頼むぞ。うん、 SG 高校金がないよ。ここで金をちょっと徴収しよう。49で何くれんのこいつ。ときめきラブレターか。まあ悪くはないかなっていうところかな。で株はなんだっけ、興味ない。まあそれなりのポイントは手に入って、ちょっとデートしますか。でこれもちょいちょい回復したよね確か。ゆかり様はどっちかっていうと経験点タイプなんで、まあそうだよな。34か。精神と打撃って金だよ金。そうマジで金がないよ今本当にないな。本当にろくなもん紹介しないな宝塚。まあまあまあいいでしょう。でまあこれもね一応お金で解決できるからね、いいっちゃいいんだけど。パワースナック買おう。可愛い指輪はストックしておこう。おお金がマジでない。ゆかり様はもういいから、みおちゃんだな。井戸端がね怒った時にアイテムで一気に評価を戻したいんで。であとはこのイベントについては、ま、三方一両損みたいなよくわかんないけど、チームメイトの評価がね上がるんで、ま、もうちょい最初の方に出てきてくれればよかったですけど、まあいいでしょう。で、あとはねやっぱ小村ちゃんか。小村ちゃんが足りてないか。餅つきバトル2回目。あ、ミュージックに合わせてなんかやってるんだ。あーでも体力減らないのはいいね。いや、ゆかり様かマネちゃん、ちょっと本当にどっちかの SR が欲しいな。今回報酬がスザクですからね、まあ、それでも35は手に入るのか。まあ評価はわりかし大丈夫か。監督評価上げて金をもらうか。やっぱり金だ金、世の中金だ。これがね30円になってくれるとねいいんですけどね。でちょっとここもね金で解決できないからね、帰ろう。お疲れ。そんな人混みがいる中でさゆかり様を捕まえたよな。17か。ここら辺がちょっとだけ少ないんだねやっぱり。中吉、まあいいでしょう。あれ、やる気下がるんだっけゆかり様マジか。そろそろいいの紹介してよ、4つも来てんだしさ。
マネちゃんでいくか。お願いします。おお、さすがだ。かわいいぬいぐるみ、いいのくれたね。で、初売りと。お金の使い道、俺にはよくわかるようにしとこう。対左、対左手に入るんだ。どうしようかね。まずここら辺は買い漁っときたいけどね。40、ちょっと待って、20、これも買おう。40、安いからね。よし、金がなくなった、稼ごう。デートが全く進んでない。いいのかな、進まなくて。あれ、何回あるのこれ。3回で終わり。よし、勝った。これそういえばさ、成功失敗あったよね。よし、成功したけどさ。あー、マネちゃんのさ、これどうなんだろうね。1回目で、まあいいや。よし、あ、ここで意外性手に入るんだ。あとは金だ、金、金が足りん。で、岩井くんの金徳2回目ですね。てか全くさ、能力上げてなかったけど、アイコンタクトって何に依存するんだ。お、いいねいいねいいね、うまい感じでタックが来てるけど、ちょっと絶好調じゃないからポイントが若干少ないな。で、アイコンタクトはあれなんですよね、アイコンタクト持ちが内野で2人いないといない、いけないっていうのが、やる気が、やる気がめっちゃ下げられる。だからここでお金を持ってないっていうのもね、一つ致命的なんですよね。200円持ってないから200円案件が出てこないんですよね。ありがとうございます。お、新入籍だ。いや、本当に助けられてました。あ、これやりましょう。これも短縮しちゃいます。まあ、なんかね、アイテムが手に入ったり入んなかったり。あー、これ一番最悪なやつだ。やる気に悩まされるな。お、でもやる気が上がった。よしよしよし。あ、そうか、ホムラちゃんもいたんだっけ。ホムラちゃんのバレンタインイベント見るの初めてだな。ああ、なるほどね。なんかバレンタインだからどうのこうのってやつか。おお、すげえな。あ、マネちゃんになってる。どっちかっていうとゆかり様が良かったんだけどな。てか、ホムラちゃんのイベントが起こってないんだけど。うおー、いい虫歯かよ。これはちょっとゆかり様にしよう。気をつけてあげてこう、次からは。スポーツジムチケット買うでしょ。野球超人伝があるけど、もういいよと。新流石は使っておこう。ここであれが出てきてないのもな。虫歯を治すやつ。あれば最高だったんだけどね。メンタルで、メンタルよりはちょっと、虫歯を治すか。悲しすぎる。で、ここで体力が回復するけど、マジ全くデートしてる暇がないな。まあ、評価的にはね、ただいいと思うんだけど。岩井くんって、コツコツコツ。アイコンタクトってレベル3だと意外に重くないね、そんなには。
直撮りをしていくか、ラッキーセブンとラッキーボーイ。よし、これで全部潰したよね。あとはやる気の問題だな。これどうすっかな。失敗するとね、やる気下がるからね。ほら頑張れ、よくやった。でまたコツが来てるから、岩井くん経験点をもらっておきましょう。本当に練習に何にもない時にデートしましょう。ラブパワーが発動したけど、あ、これ金だ金マジで金欲しい。もう一回来い。わー来なかったか。で、これはもう岩井と授業だな。岩井くん頼むぞ。うん、いいねいいね。負け。よし、ようやくバイト数が来た。ふんふんふん、面白い。もう野球のことは全然わかんないですけどねで、体当たり、体当たりは忘れないうちに潰しておきましょう。固め、そうか、固めもあれか。へっすら体当たり、守備職人って持ってる人他にいないよね。一応取っとくかで、購買部を除いて、パワースナック、あ、しまった、パワースナックはもういらなかった。スカウトはね、やっぱり最後の経験点に関わってくるんで買っておいて。体当たりここにもあったのか、まあ、別にいいけど。ストライク送球も来てるね。パワージュースを買っとこう。今回はこんなもんか。小村ちゃん、小村ちゃんチャンスな、もったいないっちゃもったいないんだけどな。どうしよっかな、全部潰せるかな。あとは内野安打、へっすら取った、体当たり取ったでしょ。ムードも取った、いぶし銀か。よし、これで大丈夫だよね。じゃあ経験点をもらいに行きましょう。だいぶ精神を使ったな。フリーマーケットも経験点的なものがあれば。いくら、買おう。で、なんか売れるのあったっけ。どれがいいかね。総力スパイクとか売っていい気がするんだけどな。45円、無難に行こう。無難に、よし。で、これは使おう。どれだ、強化大全集。よし、60ポイントゲット。さて、そこからパワーヒッターはもう取ろう。パワーヒッターは直撮りと。結構重いね、やっぱり直撮りすると。どうしてもね、やっぱりマネージャー2人いるとタックのね数が少なくなるっていうのはあるけど。みやびちゃんって何があるんだ。みやびちゃんの能力、意外性取った、逆境とさよならか。逆境とさよなら、精神が絶対足らんわこれ。さよならで31、逆境がそもそも取れないし、まあこれはじゃあどっちでもいいや。そうか、あれ、これってさ、やる気上がるのか。ときめきラブレター使うと、まあ、いや使おう。
ほら行くぜ。69か、結構入ったね。そして一緒に練習は嬉しいね。やる気は上がってなかったね。やっぱりさっきやる気が上がったってことは、もうこれは岩井くんに任せるしかない。おい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 、岩井くんもねちょいちょい外すんすよね。あ、これ参加しましょう。これね、岩井くんをデッキに入れてるとイベント内容がね変わるんすよね。よし、これでコブラちゃんも終わりと。まあチャンスはねもう潰しちゃったんだけど、まあいいでしょう。で肩は使うでしょ。でもう4月になったからこれも使うでしょ。あと何売ってんだっけ。あ、ここあれか、変わったからか。極意書も使うでしょ。パワースナックはいいか。歯ブラシはもういらないでしょ。これなんかな、怖いんだよな。まあいいや。経験点で見よう。50。あ、監督がいるからな。56。あ、これ絶対こっちだな。金くれ監督。あ、そうだ、岩井くん古びた壺くれるんだ。お、いいねいいねいいね。金だ金金、とにかく金。もう一回来い。うん、目覚めないね。掃除に目覚めない。古びた壺使って、スカウト評価を上げておこう。監督評価も上げておこう。まあ、こんなもんか。で、ラブパワーにはなってるっちゃなってるけどな。どうしようかな。37、38か。まあ悪くはないか。まあラブパワー中だからね。まあ、今回デートは全然してないけど別にいいでしょう多分。なるべく経験点を取りに行くと。どれだ。あれ、こんな下じゃないな。逆境でさよならか。マジで精神が足らん。よしよしよし、結構でも稼がせてはもらってるな。いくぜ。撃て撃て撃て。よし、いいね。まあ、といっても別に金徳が欲しいわけじゃないんだけどね。いくらあった俺。あ、結構あるな。どうしようかな。まあ岩井くんだな。うん、まあいいでしょう。でスタメンはもうどんどん金を使っていこう。これのね失敗と成功がいまいち分かんないんだよね。会話だけだったらラッキーボーイのコツだし。タフドリンクは使おう。ちょっと待ってね。やっぱりちょっと終わってから、終わってからだな。これどっちがいいんだ ?44 手に入るから、まあ、こっちだろうね。28プラス44だもんね。そういえばなんかこれ20マネーで全部落札した人いましたからね。聞いた時はちょっとウケた。20マネーで落札できるんだみたいな。よし、で、あとは買い忘れないように、これこれ、可愛いネックレスをなんとなく買っとこう。どれがいくつ評価上がるとかよくわかんねえしな。これも買っとこう。で、これも買っとこう。よし、OK。
あとまた金に走ろう、金に。いいね、みやびちゃん。こういう時にね、デートをどうするかなんだよね。やるか。ゆかり様でいいかな。経験点的にどれだけ手に入るんだ。てかゆかり様まだ評価マックスじゃねえし。さて最後のお金はゆかり様にしよう。いやまだ評価13上がるかしかも失敗しやがった。ちょっと待って、評価微妙な感じがしてきたな。これ買うでしょ。パワージュースとかな。達人の極意とかまた出てきたよ。晴天買おう。あとはパワージュースだね。そうすると、まあ、最後は練習できるようにしておいて、まあこんなもんかな。35、こっちか。そうするとおお、来た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 。15下がったと。でこれで全部上げよう。8でしょ。137、これもう意味ないなゆかり様が上がった。金で解決だ。金っていうかプレゼントで。でそうするとそうするともう金はいらないから監督の評価を上げる必要はないし、26、やっぱりこれあれだね、やる気デッキの人が来るとだいぶ経験値伸びるな。さて、いいのがないね、本当に。ここは本当にデートだな、じゃあ。ゆかり様と。マネちゃんって何回目かのデートで評価が下がったよね。なんか怒らしちゃって。で、ここはブチ切れよう。もうね、こんなね、クソみたいな社会人に対してはね、ブチ切れていいよ。とか言って俺も金が全てだとかさっき言ってたからね35か。でちょっと能力上げとこう。さすがにミート CC はねやっぱり欲しいんだよね足りん精神が足りん。でパワーヒッター当たって取ったもんね。総力も上げとく。総力引くアーティスト取っとこう。よし、骨格打法欲しかったな。まあいいや。筋力ってかさ、ミオちゃん初めてじゃね。筋力図鑑か。筋力が強化されてさらに筋力を強化しよう。3番。あ、セントジャスミン。そういやミオちゃんこっちにいるからな。話が早いね。精神が全然足んないんだな。直撮りしまくったからな。お待たせいたしました。タワーアピールにしたけどミートアピールでもよかったかもしれないね。ミオちゃんが筋力で入ってるから。試合でどれだけ打てるか。ミート D っていうところがな、やっぱりちょっと不安材料だけど、アーティストだからね。なんて言ったってまだ投げてるか。立川まあいいや。よし、とりあえず40ゲット。
わあ、ここら辺でな、ちょっと来てくれないとな。次ってゆかり様体力減るんだよね。でも経験点をどれだけくれるかだな。ここら辺をちょっと把握しておこう。やっぱりイベントの内容と経験点とデートの内容で普通に練習をした方がいいのか。あー結構入るね。でマネちゃんをどうすっかだよな。だってこれなんて大して入んないしな。今更金をもらってもしょうがない。金をもらってもしょうがない。初回デートはちょっとしておくか。一応どれだけ経験点が入るか分からんけど。いいな、俺もこれだけセールストークがうまければな。17か体力は回復したけど17か。あとは上げられるね。よし、なんとなく30にしとこう。てか俺ポジションどこだっけ、それすらわからんショートだ。なんでショートにしたんだ。別に一塁でいいんだけど、アイコンタクトがあるからかな。どうせ使わないしねこいつ。さあ先制のチャンスを迎えました。ワンアウトランナー二塁という場面。ストレートか。ネクストバッターサークルに来た、いった、入った。黒金追加点のチャンスです。ワンアウトランナー打った、これは強烈。まあやっぱりね2本だね、2本は欲しいよ。黒金追加点のチャンスを迎えました。ツーアウトランナー2塁という。みんな粘るね。かわいそうだな鶴屋くん。黒金この回はクリーンアップからの攻撃になります。先頭バッターは小木曽、今日7打点を挙げています。投げた。もうさ、7打点も上げればさ、スカウト評価なんてめちゃくちゃ上がるでしょ、どう考えても。これはいい当たりだ、いった。松井張りだよね全打席ホームランって。あとはどれだけ練習が来るか。いいね、まずはタックが来て63ポイント。みやびちゃんいいね、結構ポイントくれるな。お、これはさらにでかいぞ。筋力もゲットして、マチェット、サクッといこう。でここはねちょっとね広角打法を掴んでおきたいんだよね。よし、やっぱちょっと振り遅れた時のための広角打法はね重要だから。球速がね速くなってくるしね。アンドロメダのね大西がねどうしても打てないんだよね。バッターは小木曽、第9スライダーボール、まずは外角低め、投球これから2球目。あっと、いった。これも右に流れてるってことはちょっと振り遅れたってことだからね。黒金この回はクリーンアップからの攻撃になります。来た、いった、追加点のチャンスを迎えました。ツーアウトランナー2塁という。あ、しまったけど、でもしました。掴んでこれで3アウト。やっぱりこう振り遅れるともう分かるね、油断になってるな。先頭バッターは小木曽、ここまで全打点を叩き出しています。外側決まってフォークはちょっと無理。変化球にキレがあります。投げました、打った。よーし、 OK。 たまにねこういう場面で逆転されっからね、いきなり4点とか入れられて。で、あとはアイテムを使おう。体力を回復させる。あ、筋力練習上げんのを忘れていた。どっちにするべきかな、これは。36、40、もうこっちだね。スカウト評価も上げておこう。
よし。あ、そうか、もうここに来るとスカウトさん見てくんないかんね。で、B にはできそうだな。よーし。北斗からそれなりに打って、あとはやっぱりね、アンドロメダなんだよね。アンドロメダ大西はほんとやだ。ワンアウトランナー一塁という場面で小木曽投げました。もう第2球外れた。わりかし外してくるな。やべ、総力 S とか。第3球を投げました。打ちました、痛烈、いった、いった黒金。この回はクリーンアップからの攻撃になります。あ、これからか。先頭ランナーは3番小木曽、これはいい当たりだ、いった、黒金リードで迎える4回です。今日2打席連続でホームランを放っている小木曽。このフォークは初球決まってストライク。まずは見送りました。投げました、回収が当たり抜けた小木曽。黒金リードで迎える6回、変わってるし草山君。ワンアウトランナー1塁という場面で小木曽、今日はチームの全打点を叩き出しています。ボール、これも外します。小村ちゃんのユニフォームがいいね。第3球を投げました。さ、ユニフォームがさ、チームで違うのってさ、いいの、ルール的に。第4球を投げた。あー、ボール球だったか。相馬取りました。高めだったからな、振ってしまったけど。黒金リードで迎える8回、あれまた勝ってるよ。ワンアウトランナー1塁という場面で小木曽、初球を打った、掴みました。取られたか。危ねえ危ねえ。パピオンちゃんとやってくれよ、君は秘密兵器なんだから。一応ね、最低限な感じにはなってるかな。最初の方がな、ちょっとイベント的に恵まれてなかったから。で、最後、まあ、コツが来ただけよしとするか。岩井くんとみやびちゃんは両方取ってあるから、まあ、どっちが来ても大丈夫だねと。あとはこいつからどれだけ打てるかなんだよな。打てないときはね、ほんと打てないからね。で、打てるときはなぜか打てるみたいな。で、そうするとね、ミートなんだよね。ミート、いいね、いけるいけるいける。こいつの場合はね、マジミートが欲しい。で、技術が足りない。総力すっげえな。なんでこんな総力か。内野安打とかなんかあったときのために。やべ、ボテボテだみたいななっても、内野安打になってくれれば、経験点的にはね、そっちの方が全然いいはずだから。1球入、2回の裏、黒金攻撃に入ります。この回のトップバッターは小木曽、投げた。よーし、こうやってね、ストレートをね、狙い撃ちにできればね。黒金リードで迎える4回です。ノーアウトランナー1塁という場面、わりかしストレートをね、投げてきますからね、大西は。わりかし投げた、外角高め、際どい球、ボール、これは外れます。カウントは2ボールノーストライクです。しまった。ショートライナー、黒金リードで迎える6回、1本だけだとやっぱり足りないんだよな。小木曽、うわー、遅れた。あれも狙い目だったんだけどな。アウトコース高め、フォークは外れても、カウント1ボール1ストライク、投げた。どうだ、結構振り遅れたけど、やっぱ広角打法だな。これ広角打法のおかげだな。よし、荒らしまる。今日2本のホームランを放っている小木曽、危ない。いきなり失投か。荒らしまるもそんなにコントロールは良くないんだね。そんなところまで大西に似てるのか。完全なボール球、カウンター2ボールノーストライク、投げた、打った、詰まらされた。取ってこれで3、まあしょうがない、2本打てたからいいでしょう。で、優勝もできたし、ピッチャー陣頑張ったね。69か。で、どれだけいくかだよな、あとは。で、最後にどんだけ金も余ってるかだからね、まあ、この20ポイントはゲットするでしょ。で、ドラフト1位は多分大丈夫だと思うんだよね。うん、大丈夫だね。金でなんとかしたからな。で、あと PR でどれだけの経験点をくれるか。 SR の35だと
80っすよね。いくつになるんだっけ。70か。ってことは40少ないのか。40少ないってことは2人で80少ないってことか。で80少ないってことはみたいな。そう、倍率もかかるからね。かといってね、やっぱこのホムラちゃんの経験点は絶対外せないから、もうホムラちゃんはマストだからね、借りるの。まあ、悪くはなかったかな、最初のあれがなければ。虫歯に悩まされたね、虫歯に。でどれくらい、6300か。まあ6000は超えたか。でまあここら辺はもうほんとどうでもいいから、とりあえずアイコンタクト取ろう、なんとなく。で、ローボールヒッターも取って、気迫も取って、肩をそれなりに上げとく C で、守備力もなんかそれなりに上げとく C、 あとは補給 D、対左、筋力余りになったね。ブロックでもつけとく。マジマジどうでもいいみたいな。スタミナ上げとこう。よし、いや、これで。OK と。S2 の114。まあね、経験点がね、それなりにいってるからね。で、登録は別にしない、こいつは。総経験点が6300。で、得意練習が4種。プラス 50% の半分入りました。で、特攻キャラは、71% で4400の、スタッフキャラは2人なんで。まあそもそもこれ初っすからね。とりあえず暫定1179か。うん、まあ始まったばっかりっていうのもあるっちゃありますからね。というような感じですね。やっぱり黒金はね、結構その金儲けの運とアイテムの運がね絡んでくるんで、金儲けがうまくいって、でアイテムに経験点がね並んでくれば、また違った感じにもなると思うし、あと今回はね通常のイベント運も微妙でしたね。でゆかり様かマネちゃんの、バレンタインを迎えるんだったらゆかり様の方がいいかなというような、感じでした。ということで、じゃあ今回はこれで終了したいと思います。また黒金商業のサクチャレですね、もう1回くらい、アップできればと思っておりますので、時間があればまた見に来てください。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、ツイッターのフォローしていただければ幸いです。